スーパーキャット、スーパーキャット、スーパーキャッツ、ウィリアム・マージ、1963年6月25日帯は、ジャマイカのダンスホールレゲエ DJ、ニックネームはワイルド・アパッチ、ワイルド・アパッチ、ドン・ダダ、ダン・ダダ、または、ミスター・クトン、ミスター・クートン。1963年、インド系ジャマイカ人の父親とアフリカ系ジャマイカ人の母親の間に生まれた。 彼が暮らしていたのは、キングストン11のコックバーンペーンという、ジャマイカでも最も厳しいゲットの一つであった。1976年、13歳の頃から、r d b が所有する、サウンドシステム、ソウル・インペリアル・ハイファイ、ソウル・インペリアル・ハイファイで DJ してのキャリアをスタートさせる。当初は、キャッツ・ウェイ・ロックという名で DJ をしていたが、発音が、キャター・アクト。 白内障に似ていることから、スーパーキャッツに改めた。ちなみに、キャッツとは、インド系の人間を指すジャマイカのスラング。また、ニックネームである、ワイルド・アパッチは、インド系であることから、アメリカン・インディアンにかけて、彼の先輩であるアー,リー・ビ b によって名付けられたもので、ある。キャリアの当初は、アー,リー・ビ b は、もちろんのこと、ユーロイア・ニコディマス。 ブリガディア・ジェリーやブロバントンなどの影響を受けていたと、後に語っている。1980年代に入ると、彼は、ジャマイカ有数のシステムであるキラモンジャロ、キラマンジャロ所属の DJ となり、大きな人気を博した。初レコーディングは1982年、テクニクスからのミスター・ Mr. ウォーカーという曲で、ブラック・バックという DJ とのコンビネーションであった。 その後、パワーハウスやミッドナイトロックといったレーベルに録音したが、最初に彼の名前を大きく広めることになったのは1986年に発表されたテクニクスからのクライフィーでユースとブープスである。特に後者は大ヒットとなり、ジャマイカ中でヘビーローテーションとなった。ブープスとは愛人のパトロンを表すスラングだが、 当時はこれを題材にした曲が様々なアーティストから出されるほど大きな影響を与えた。この頃から彼は伝説のサウンドであるステレオマースハイファイ、ステレオマーズハイファイの看板 DJ としてニコディマスやブロ・バントンらと共に活動した。そして同システムのオーナーであるスケングマン、スケンマンが主催したスケング団、スケンドンレーベルからヒット曲を連発。 バインヤードパーティーやパーミットファイガン、スイーツ・フォー・マイ・スイートやマット・アップなど、いずれも現在重要なレゲエクラシックとなる曲を次々発表した。他にもパワーハウスからのアンダー・プレッシャー、ジャミーズからのトラッシュ・アンド・レディなどヒット曲を量産する。1986年にはテクニクスからファーストアルバムである s i b o o スデ Day を発表。これは テクニクスと当時交流のあったジャミーズからの楽曲も入ったうアルバムである。同年、引き続き、スケンドンからブープスなるアルバムを発表する。歌のネタ自体はほとんど同じであるが、構成は全く異なっている。後者はスケングマンとキャットの間で金銭トラブルとなり、すぐにお蔵入りしてしまった。現在ではプレミアがつく。1988年には、 活動のの場をアメリカに移し、自分のレーベルである、ワイルドアパッチプロダクション。ワイルドアパッチプロダクションを設立。後にシャギーを手掛け大ヒットを生んだスゴデプロデューサーで、あるロバート・リビングストン。ロバート・リビングストンのプロデュース及びセルフプロデュースの元発表された1988年のアルバスイーツ・ホーマイ・スイートはキャットの人気を不動のものとした。1991年には ステレオ、マウス時代よりの名優、ニコディマスとジュニアディマスの三人名義で、アルバム、キャビン・スタビンを発表。同年コロンビアレコードとメジャー契約を果たす。メジャー第一弾となった1992年のアルバム、ドンダダは、ハードコアなダンスホールレゲエ中心の内容ながら、レゲエ界のみならずヒップホップ界でも絶大な人気を、白紙、3万枚売れば、 大ヒットと言われるレゲエ業界でなんと30万枚以上を売り上げるヒットとなった。当時彼がヒップホップ界に与えた衝撃はかなりのものだったらしく、ヒップホップ音楽の歌詞には彼の名前が織り込まれているものを散見する。またヒップホップサイドからの客演依頼も多かった。これはレコード会社の戦略もある。1992年にはクリスクロスのデビューシングル ジャンプで客演し、ビルボードの1位に輝いた。その翌年には、ソース氏で、レゲエアーティストオブザイヤーに選出される。1994年に、戦術のニコディマスと、ジュニアディマスに加え、実定のジュニアキャットを加えた4人で、アルバム、ザグッド、ザバッド、ザアグリーザクレイジーをリリース。このアルバムから、ヒップホップのリミックス曲も入り出したが、他のアーティストと違い、 かなりコアなミックスであった上、スーパーキャットの器用なフローによって、全く違和感のないものに挙げられていた。1995年には、自身5枚目となるアルバム、ザ・ストラグル・カンティニズをリリースした。これが、今のところ最後のソロアルバムとなっている。1996年には、コロンビアとの方向性の違いが明確になり、契約を解除した。キャットは、 ヒップホップとのコラボレーションを不必要に推し進めるメジャーレーベルのやり方が気に入らなかったのある。その後は自身のレーベルからシングルを単発リリースする状況が続いた。ただし一方ではメジャーなアーティストからの客演依頼も相変わらず多く、ロックグループのシュガーレイとのフライ、R&B グループの112との NANANA など数多くの仕事もこなしている。 2002年にはザネプチューンズのスタートラックレーベルと電撃契約を果たしたが結局契約破棄に至った。キャットのインタビューによれば本棚にアーティストを並べておきたいだけだったよということでレコーディングなどはほとんど行われなかったということ。実際このレーベルからのアルバムが出るという情報も一時期流れたがラッパーの J ダ・キスをフィーチャリングしたドンズ・オブ・ドンズ1曲が ネプチューンズのアルバムザ・ネプトゥーンズ・プレゼンツ・クロンズに収録されただけであった。DJ 業をほとんどしていない状態が続いていたが、2006年頃からライブなどを少しずつ行うようになり、2007年の来日時には日本各地で全くブランクを感じさせない精力的なステージを披露した。1991年ジャパンスプラッシュ。1994年 2007年にそれぞれ来日講演を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。